世話の焼ける。エース公開処刑の準備を進める海軍本部マリンフォードでは、3人の海軍大将を筆頭に考えうる最強の戦力が結集していた。高くそびえる処刑台の上で運命の時を待つエース、そして海軍本部元帥千石は、海兵たちの前で海賊王ゴールドロジャーの血を引くエースの出自を明かす。士気が高まる海兵たちの目の前にやがて白ひげとその傘下の海賊たちが出現。ついに海賊と海軍との全面戦争が勃発した。激戦が繰り広げられる中、インペルダウンを脱したルフィやジンベイらもマリンフォードに到達。エース救出のため猛進するルフィたちだったが、その最中海軍の策謀によって白ひげが味方に刺されてしまう。さらには処刑台への道を閉ざす防御壁が作動。畳みかけるように海軍大将赤犬が猛攻を仕掛け、白ひげ傘下の海賊たちは窮地に立たされる。それでもルフィは決して諦めず、海軍三大将との戦いで重傷を負ってもイワンコフの能力で強引に体力を回復。エースを救うため不屈の闘志で奮戦を続けていた。そんなルフィの姿に何か惹かれるものを感じた者たちは、それぞれの立場でルフィを援護すべく動き出す。海軍と海賊たちの決戦はまさに佳境を迎えようとしていた。人生に悔いは残さない。分かったか、バカ。無理に戦わなくていいんじゃねえぞ。逃げ切りゃ俺たちの勝ちだ。いいな。白ひげ海賊団の力見せてやる。よし、俺も行くぞ。言いたい放題だね。今死にたいなら歓迎だよ。わしは全てを焼き尽くすマグマ。逃げられやせん。見せてやるよ。速度は重さ。光の速度で蹴られたことはあるかい？相手と一度向き合ったら俺は逃げねえし。なんだ、そんなに自信があるならわしと戦ってみるといい。大炎帝殺されてる。どけよ。どかねえならぶっ飛ばすぞ。大将を相手にするのに入る。
よかった。これは自由にできると決めたんだ。カエルなんかに捕まらねえよ。相変わらずの頃逃げられるか。ジンさん、この調子や。あの程度で喜んでいるようでは知れるというものだ。俺は火だ。引きゃ死ねるってのに。白ひげ海賊団の周りだ。見せてやるよ。白ひげ海賊団の縄張りだ。野郎ども、助けに来てやったぜ。生きてんだろうな。you
確認。海賊団の守りだ。任務開始。相手と一度向き合ったら俺は逃げねえし、逃さねえ。やりたきゃそれなりに覚悟しときな。うひょー、エース、やっぱすげえな。ララ振動は誰にも止められねえ。それはひや、引きやしねえってな。相変わらずの強さ。エースさん、この調子だ。おいおい、まさか押されてんのかい。俺が何とかしよう。徹底的にやっちゃるわ、わしの力でな。少しは懲りたかよ、放ったれども。見せてやるよ。大体お前らあれだよ、ほら忘れた、もういいや。俺とやる気か。そうなよ、あいつは誰からも逃げねえ。アイシクルペディック、アイシクルペック、大宴会あらあら、少し油断しすぎたかな。残念。俺は自由に生きると決めたんだ。海軍なんかに捕まらねえよ。さすがは俺の息子だ、エース。お前はただの火、わしは火を焼き
私に会ってしまうとは思わなかった。跡形もなくしてるわ。お宅を並べてね。かかってきたらどうだ。大宴会エンテアレ。俺は勝ち続ける。背中のマークにかけてな。やるなお前。俺はもう行くわ。俺は白ひげを王にする。海賊たちに総退却を命じた白ひげエドワード・ニューゲートは海軍の追撃を一手に引き受けて戦い続けたが、突如現れた黒ひげ海賊団の集中攻撃を浴びてついに力尽きた。ワンピースは実在する。最後にそう言い放ち、立ったまま絶命した白ひげの背中には一つの逃げ傷も残されてはいなかったという。その後白ひげを討ち取った黒ひげマーシャル D ピーチは謎の特異体質によって白ひげからグラグラの実の能力を吸収。マリンフォードを沈めようと暴れ出す。一方で海軍の三大将は攻撃の手を緩めることなく、ルフィを逃がそうとする海賊たちに襲いかかる。泥沼と化した戦場にやがて一隻の海賊船が現れた。それはかつて少年だったルフィに麦わら帽子を預けた男、赤髪のシャンクスの船だった。新世界に君臨する四皇の一人シャンクスの突然の介入により、黒ひげ海賊団は撤退を余儀なくされ、海軍本部元帥千石もこれ以上戦い続けることの無益を悟り、全軍に終戦を宣言。かくして大海賊時代が始まって以来最大の戦いとなったマリンフォード頂上戦争はここに幕を閉じた。ジンベエらの尽力によって戦場を脱していたルフィは昏睡状態に陥りながらも一命を取り留め、再び尿ヶ島にかくまわれる。しかし目覚めてもなおエースを失った悲しみから立ち直れず、ルフィは苦悶し続けていた。